ちょっと、私も旅行連れて行きなさいよ。でもあんまりお金ないからそっちでお金出してね。あ、カプセルホテルとか絶対に無理だから、それなりのホテルにしてよ。このくらいのわがままはいいわよね。何言ってんの？旅行に連れて行けってどういうことよ。頭悪ぅ。あんたら新潟旅行に行くんでしょ？私の分も予約してって。ただそれだけの話なんだけど、なんでわかんないの？てかさ、なんで舞子さんはそんなに偉そうなの？全くわからないわ。あ、へぇ、ふーん、そうなんだ。水木さんってちょっと頭弱い系なんだね。わからないとかウケる。だからさ、5人で新潟旅行に行くんでしょ？1人増えたところで何か問題ある？こんな爆弾みたいな人間連れて行くアホいないと思うけど。しかもおごれって何？自分は女王様だとでも思ってるの？だからさ、1人で出したら結構なお金かかるけど、5人で割ればいいでしょ？なんでわからないの？いや、こんなん理解できる人間いないだろ。とにかくお断りだから。ああ、わかったわよ、わかった。お願いすればいいんでしょ？お願いします、よろしくお願いします。はい、これでいいよね。もう面倒な人だな。こっちがお願いしてるんだから素直に聞けばいいだけなのに。どんだけ性格ねじ曲がってるの？だってお願いしてるんだよ。なんで聞いてくれないの？意味わかんない。とにかく面倒だからもう連絡してこないで。旅行にも当然連れて行かないから。じゃあね。あ、ちょっと待ちなさいよ。私の方が年上なのに生意気よ。私の名前は水木。医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋。そして保護猫カフェからやってきた猫のニャニャ丸と毎日楽しく暮らしているよ。私は学生時代から旅行が趣味で、周りも旅行好きな人が多いんだ。今回は仲のいいママさんたちと新潟に行こうってことで盛り上がっていたんだけど、舞子さんはこの通りずうずうしくて上から目線の人なんだよ。こんな人と一緒に旅行とか絶対に嫌だわ。当然断ってるんだけど、旅行のメンバーはバレているみたい。みんなに連絡して困った人だよ。おまけに今回は舞子さんの妹さんからも連絡来たんだ。彼女もこの近所に住むママさんなんだよね。水木さん、なんで姉をはぶるんですか？いい年した大人たちがみんなで最低ですよ。あのね、エリカさん、はっきり言わせてもらうけど、あなたのお姉さんは失礼すぎるよ。だいたい誘ってもないのにいきなり参加するとか言ってきて、しかも旅費までおごれってどういうことなの？それは何か勘違いがあったんじゃないですか？姉だって根っから悪いわけじゃないんです。ただ誤解されやすいだけなんですよ。水木さんが理解してくれればいいだけの話じゃないですか。なんで私たちがわざわざ不快な思いをしないといけないのかな？ひどい！あのね、エリカさんにとっては実のお姉さんだけどさ、私たちにとってはただの他人なの。というか、すごく迷惑な人なんだよ。姉妹で仲がいいのは結構だけどさ、ちゃんと考えなよ。だって、お姉ちゃんは悪くないんだもん。いや、どう考えても悪いだろ。私は三姉妹の真ん中だけど、姉がこんなことしていたら怒るよ。それに、私がしていたら妹が怒ってくれると思う。姉妹だからこそちゃんと言ってあげるべきでしょ。何それ。水木さんってすごく冷たい人なんですね。お姉ちゃんかわいそう。もうわかりました。かわいそうって思うなら、自分が旅行に招待してあげたら？できるからこそ言ってるんだよね。もういいです！最低！なんて疲れる姉妹なの。思わず三姉妹のグループラインでこのことを愚痴っちゃったよ。姉と妹は私と同じ意見だったから、なんかちょっと安心したね。さて、不安だなぁと思いつつ、みんなで新潟へ。全員旅行慣れしていて体力があるので、早朝に到着。初日から目いっぱい観光を楽しんだよ。イモリ池に行って山野草の写真をたくさん撮ったり、牧場行って見物、道の駅で美味しいご飯を目いっぱい食べ、午後からは温泉でゆっくりまったりと、そして夕方にホテルにチェックインしようとしたんだけど、いたんだよ、舞子さんが。しかも旦那さんまで一緒で、こちらを見つけて似たーと笑ったのが不気味でね、思わず逃げちゃったよ。ちょっと、なんで逃げるの？せっかく来てあげたのに。ほら、旦那も連れてきてあげたんだからちゃんと挨拶してよ。うわ、ここまで来るんだ。しつこいね。というか、夫婦で来たなら夫婦旅行を楽しめばいいだけでしょ。夫婦で新潟まで来たんだから、ママ友5人でおごるべきでしょ。年上の私が言ってるんだから言うこと聞けよ。
旦那さん土下座してるけど。え？怒ってスマホに夢中なのかな？旦那さん横からいなくなってるけど気づいてないの？え？あ、本当だ、旦那がいない。何をあんた、旦那をたぶらかしたの？バカじゃねえの。私たちが明らかに逃げたからおかしいと思ったんでしょう。それでこっちに事情を聞きに来たんだよ。え？あんたらいないじゃない。とりあえず移動したよ。ちょっと旦那を返しなさいってば。旦那さんには私たちが招待したって言ったんだね。でも旦那さんも信じてなかったみたいだけど。は？度重なるママ友トラブルで旦那さんはお子さんのため離婚を検討中で、そんなことないよ、ママ友と仲良くしてるよのアピールのために私たちを使おうとしてたってことなのかな。どんだけバカなの。何をあんたまで。あんたらがおとなしく従ってればいいだけの話じゃないの。なんでデメリットしかないような話に乗らないといけないの。ママ友トラブルを起こしてるのは完全に自業自得でしょ。ごまかそうとしても無駄だよ。旦那さんもどうせ嘘だろうと思ってたみたいだし。違う、あんたらが旦那に余計なこと言うからでしょ。今から訂正しなさいよ。離婚になったらあれこれバレちゃう。旦那の金使ってたのがバレたらヤバいんだって。まあ今みんなでスマホの画面見てるよ。え？もちろん旦那さんもこのやりとり全部見てるからね。あんぎゃー。旦那さんからいろいろと事情を聞いたよ。舞子さんはとにかくママ友とのトラブルが多いんだってさ。噂には聞いてたけど、子供の年齢が一緒じゃないから私も詳しくはなかったわ。で、お子さんのことも考えて離婚を検討。わざわざママ友と付き合う必要はないけど、トラブルを起こすのはダメ。そういうところが直せないから離婚するって言ったんだって。そしたら、ママ友から旅行に誘われている。旦那さんも来ればいいと言われた。お金も全部ママ友たちが出す。そのくらい私は慕われているって言い出したんだって。で、旦那さんは真相を知るために新潟まで一緒に来たってわけ。迷惑をかけたからと、私たちに封筒まで用意していたよ。まあ、誰も受け取らなかったんだけど。で、旦那さんに舞子さんを連れ帰ってもらって、私たちは予定通り新潟を堪能することができたんだ。今回も大好きなヘギそばを食べまくって大満足。その後は旦那さんが言ってくれたみたいで、舞子さんからの連絡もなくなったよ。というか、見かけることもなくなったんだけど。それから数ヶ月後、ついに離婚が決まったみたい。お姉ちゃんがかわいそう。本当に最低最悪な人たち。お姉ちゃん離婚になったのよ。ひどいひどいひどい。あのさ、エリカさんも相当な毒だよね。え？どういうこと？いや、話聞いたよ。舞子さん、家計を使い込んでいたんだよね。そのお金でエリカさんも遊んでたんでしょ？いや、よくわからないんだけど、何の話？わからないわけないよね。二人でブランド物買ったり、ホスト行ったり、相当派手に遊んでたみたいじゃない。旦那さんもなんで気づかないんだろうって思ってたけど、しまい込んでた時計とか高級品を売りさばいてたんでしょ？それは義兄が悪いのよ。だって会社の社長もやってて実家も裕福なんだから、学生時代からたくさん貯金があるのに出さないんだよ。子供のため、老後のためとか言ってバカみたい。お姉ちゃんかわいそう。かわいそうなのは舞子さんに育てられたお子さんだよ。あなたにとっては甥っ子になるんだよね。なんで子供のことは考えないの？だってお姉ちゃんだって一人の女なんだから、人生を楽しむ権利がある。バカじゃねえの。え？あんた自分が好き放題やりたいからって姉を利用してるだけでしょ。相当たち悪いね。人間性ねじ曲がってるじゃん。クソ性格悪いわ。何よ、あんたに言われたくないわよ。あんたのせいで私までお金払えって言われてるんだからね。バカでしょ。自分たちのせいだってわからないの？子供でもわかることだと思うんだけど、本当にわからないの？ふん、私のことバカにして。どうせ水木さんのところは妹と不仲なんじゃないの？あ、わかった、ブスなんだ。は？そりゃそうだよね。お姉ちゃんは私のこと可愛がるけど、ブスだったら可愛がれないもんね。深い絆がないとかかわいそう。あ、もう無理。は？自分のことは何言われても別にいいんだけど、妹のことは無理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 、絶対に無理、絶対に許せない。今からスマホ持ってあちこちに突撃してくるわ。は？突撃？お姉さんの元旦那さんのところにも、こいつら全然反省してないぞって言わないとね。あと、エリカさんの旦那さんや義実家にもしっかり苦情を入れさせてもらうから。
は？何言ってんのよ。そんなのやりすぎでしょ。もうあんたら姉妹は私にとって完全に敵だから、あんたらが仕返しできないくらいコテンパンにする。ちょっと待って、お願い、ホストのこと言わないで。旦那にバレたらヤバいんだって。記事課も固い仕事なのね、え、お願い。へえ、固いお仕事してるんだね。そうなの、分かってくれるでしょ。いい情報ありがとう。え、こりゃますますお知らせしてあげないとね。お嫁さんはホストに通ってますよ、男女の関係にもなってますよってこと。他にもいろいろあるでしょ。あんた誇りまみれだろうね。やめて。その後あちこちで情報収集していたらすぐに集まったよ。舞子さんとエリカさん、そして両親もみんなで元旦那さんにたかっていたみたい。お子さんはママ嫌いとパパについていくし、不倫やお金の使い込みも周りにバレたからね。結局エリカさんも離婚して家族揃って引っ越していったよ。エリカさんは姉を隠れ蓑にして遊びまくっていたし、本当に何なのあの姉妹。でも笑っちゃった。家族全員同じ工場で働き始めたんだけど、そこ私の知っているところなんだよね。引っ越し前に舞子さんが歩いているのが見えたので、ちょっと声を作って、〇〇って工場はすごく待遇がいいし最高なところ、訳ありの人たちも働ける温かい環境、アットホームな住み込み寮で家族で生活できる、圧倒的成長って大きな声で言って、すぐにその場を離れたんだ。パートも辞めて、彼女たちが仕事に困っているのは知ってたからね。でもその工場は超ブラックで有名なところなんだよ。調べもせずにホイホイと就職するとは、家族揃ってアホだね。今はドブラックな工場で働きつつも、おごっておごっておごってとうるさいおばさんに一家全員粘着されてるってさ。はあ、すっきりした。さてバナナでも食べよっと。我が家では夏になると冷凍庫にカットした果物を用意してるよ。これがまた美味しいんだわ。アイスよりもさっぱりしてるしね。にゃにゃまるにも氷を用意してあげるね。もう年だからお腹壊さないように小さいのをちょっとだけ。いやー、夏だね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。